吉田勤、発見動画チャンネルの吉田勤です。本日は町田市民の軟式野球大会、秋季の大会が行われております。ここ鶴川球場では、このオーディオテクニカ対ブービーズの試合が行われております。この試合、5回までの試合でオーディオテクニカ2点、そしてこのブービーズが15点を入れまして、この7点以上差がついてますので、コールドゲームとなりました。5回の表を終わりましてコールドゲームとなりました。今ちょうどもう3アウトになりまして、この選手の皆さんが整列をするところです。お互いに握手をしてゲームセットです。ブービーズの皆さん、おめでとうございます。2回戦に進んでいきます。終わります。